まあ、ここのお寺さんもなんかすごく音楽に、理解があって、お世話になります、よろしくお願いします。Oh, yes, I'll sleep.
頑張ります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。同性のよしみで頼まれた西澤です。コントラバス、日本のね、谷崎オペラすごい楽しみにしてます。新作ってなかなかできる機会ないんで、すごい非常に楽しみにしてます。楽しかったです。本番よろしくお願いします。歌が入って、あと全体の見えてきて、期待が高まりました。楽しみです。オケの音が楽しみです。腰、背中が痛い。朝ちょっと庭掃除しすぎて疲れました。疲れました。本番が楽しみです。はい、頑張ります。本当に強行スケジュールの中、皆さん本当によく集まってくれて、本当にありがたく思っています。なんとかこの期間で仕上げていきたいと思っています。本番まで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。オーケストラになって、本当に何だろう、もう音を聞いただけでもう感動しています。もうなんか私たちの夢だったオーケストラで万丈を公演するっていうのがもう叶ってきて、とても嬉しいです。公演までもう少し頑張りたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いよいよ本番もう少しでございます。みんな気合が入っておりますので、ぜひぜひ皆さんに聴いていただきたく思っております。谷崎の世界楽しんでいただければ、ドロドロではありますけれども、見た後になんかこう何かが残るような、そんな舞台を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。場所でやるとまたこうスケール感っていうのが、こう一つみんなにとってもこう具体的になるし、もちろん僕にとっても。お弁当あったよ。今撮ってんだよ。狙ってくるね。お疲れ様。こういうのがいいんです、こういうキャラクターだから、面白いことを演じてくれるの。もうせっかく何かいいことを喋ろうと思ったのに。ますますみんな気合が入っていい状態になってると思うんで、この調子で走り抜いていきたいと思います。頑張ります。はい、そうですね。だいぶ筋肉痛です。いや、いい感じですよ。よかった。かなり、本番どうなるか僕も楽しみです。そろそろ演奏会のモードに入らないと。頑張ってきます。はい。
いかがでしたか。見てくださいましてありがとうございます。また再演は皆様の声に必要です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、細かいところも見てください。いろんなところは細かくやってます。みんな楽しくやってます。ね、なんか泣いてるとこばっかりみたいな。本当はレッツじゃありません。僕は土下座ばっかりして本当はレッツじゃありません。皆さんありがとうございます。みっちゃんの七変化だんだん狂気になっていくとこ、そして観音様になったとこ見ていただけましたか。ありがとうございました。それも価値あったら未来のピアノコンチェルで聴いていただくってことがあるかも。お忙しいところすみません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけ、終わってしまいましたね。終わっちゃうとあっという間です。本当に、いや、夢中で振りましたし、もうまた次のってことは今はちょっと考えずにじっくりこの余韻を味わいたいと思います。本当にみんな、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。